ミシェル・セルベ、ミシェル・セルベは宗教改革期の人文主義者、医師、神学者。セルベはフランス語の名で、スペイン語ではミゲル・セルベとラテン語ではミカエル・セルウトス。三位一体説を否定して独自の異端的神学を展開、カトリックと改革発想法の権力体制を非難し、処刑された。彼の思想は当時の神学と構成に大きな影響を与えた。 ヨーロッパ人で最も早く血液循環について書いたことでも知られる。ミシェル・セルベの記念日アラゴン王国生まれ。トゥルーズに出て法律を学び、パリにて彼をして解剖においてアンドレアス・ベサリウスの最も有能な女子と言わしめたジャン・フェルネルラのもとで医学を学んだ。イタリア、ドイツなど各地に行き、その中で宗教改革の思想に触れ、 カトリックの教義に疑問を持つようになった。古代ギリシアを研究し、プトレマイオスの地理学やギリシア医学に関する著作を、刊行した。1531年に名前を隠して、7つの書物における三位一体説の語尾という中世、ラテン語の小冊子を出版し、神における三人格の三位一体に疑いを投げかけ、否定した。 この冊子の作者として発覚したり罰を受けることはなかったようであるが、続いて1553年にキリスト教の復元という大長名前を明かして出版し、カトリックと改革発想法の権力体制を本来のキリスト教の堕落であると批判。この本の中で血液循環節について書いている。キリスト教の復元での宗教的権力体制への非難により、 イタリアのミラノで投獄されたが、旧友であった刑務所長の助けで脱獄、欠席裁判で家計の判決が悪だった。北のスイスに逃亡し、ジャンカルバンが独裁統治していたジュネーブに身を寄せたところをすぐに捕らえられ、裁判で家計の判決を受け、執行され消死した。セルベノス氏の約400年後、長老派協会は、彼が処刑された場所に記念碑を混流した。 セルベの神学思想は極めて独創的なもので、当時の他の異端者とも異なっている。神は普遍的で偏在的であり、不可分で唯一の存在であると考えた。父、子、精霊は神の三つの位相である。神は完全であり、慈悲深く善であり、正規に満ちたものであれ、正規のないものであれ、あらゆるものに内在し、すべての存在はこの、 中心の力によって活性化され、本性を得ているという。宇宙にある一切は神であり、すべては神の表現であるがゆえに、人間も神聖であるとした。この宇宙に二元性はなく、悪は単に欠如に過ぎず、悪とは光の不在による闇のようなものであり、実質的な意味はないと考えた。七つの書物における三位一体説の語謬は、 オランダの地下印刷所で大量に印刷されて広く読まれ、当時の進学思想に非常に大きな衝撃と影響を与えた。17から18世紀の科学者、進学者のエマニュエル・スウェーデンボルグは、神は生命力の源泉であり、偏在しすべての存在に流入するというセルベと中心命題を同じくする進学体系を作った。スウェーデンボルグの進学は、 社会自由主義ユニテリアン合同を通し、アメリカ文化に大きな影響を与えた。マーチン・エーラーソンは、現代では、世界中に広まっている、ニューソーと思想を最初に表したのはセルベであると、述べている。また、三位一体説を受け入れなかった、イギリスの詩人ジョン・ミルトンの進学論文の、主な源泉は彼であるという。ありがとうございます。